総理大臣が任命拒否するのは当たり前の話です。当たり前。当たり前です。それは、はい、まあ後でちょっと松宮さんとそこは、議論させてもらいたいんですが、ただ理由の説明は必要です。だから本当は税金抜きでみんないろんな職業団体が団体作ってるわけですから、みんな会費制でね、それやればもう全く自由に何言ってもいいと思うんですけど、やっぱりこう税金が入ってるっていうところで、みんな国民からすれば金はくれよでも口出すなって、それはちょっと学者さんの皆さんちょっと違うんじゃないのってどうしても思っちゃう。一つ疑問に思うのが、軍事研究に一つ理由として挙げることが言えるのであれば、審議会を構成するときに意見はね、多様であるべきなんです。だから安倍政権に反対してる、菅政権に反対してるってことで理由で拒絶するのはダメですけども、はい、審議会のメンバー見たときにちょっと意見偏りありすぎと、別に松宮さんの業績がどうとか松宮さんの意見がどうっていうことではなくて、その分野に関していろんな意見が本当はなければいけないのに、あとでちょっと少年法の問題でも言いますけども、はい、偏りすぎの場合にはこれは組織のトップとしてこの審議会ちょっとメンバー入れ替えさせてくださいねってのは、これはありなんですよ。だってそうしないと審議会が特定の意見ばっかりのメンバーで集まったら、これ政府の意見に関して公平公正な意見出ませんから。だから学者の研究団体という側面では政治家は口は出せない。だけどもこの学術会議というものは諮問機関、審査機関という、まあ、審議会的な要素もあるから、そこについてね、メンバーの構成を考えるのは政治家として当たり前です。日本には科学者の政治利用という、また学者の発言禁止の深く暗く恐ろしい戦争の暗黒時代の大失敗の歴史がある。大失敗の歴史を二度と起こしてはいけないという日本人みんなが決めた決意があって、これが学術会議の使命なんだ。ヘナチョコのヘリクスをつけるな。税金を使っているって何を言っているんだ。とっても少額の金額だ。税金のことを言い出すのは大阪維新のお得意の話だ。例えば参議院は無駄だから廃止しろ、税金が無駄だと。審議会メンバーの偏りない人選は総理大臣がするべきだって、それは学術会議の設立の使命をごまかす議論で、本当に情けない意見だな。